どうもどうもどうも、おたけび、じです。今回は、コメント欄に、ちょっと答えてみようかなっていうような企画で、動画撮ってます。お付き合いください。その前に、エネルギー問題。なんか、大丈夫かなと思ったら、なんか、やばい感じになってきた。イギリスも、電気代上がるんで、ちょっと電気消していいですか？いいですか？はい。こんな感じで行きましょう。すいませんね。すいませんね。ほんとね、やばいんですよ。イギリス、もう電気代、むちゃくちゃ、やばいです。やばいです。はい。ということで、ですね、前回のエネルギー問題の、動画を出したんですけど、ドイツ。はいはいはい、来ましたね。エネルギー問題解決？いや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 、それって、グローバリストのからくりでしょ？みたいな感じの内容を出したんですが、まあ、それに対してのコメント。ただ、その後に、あ、そういうことも、聞きたいのかなみたいな、話してほしいのかなと思って、今回このコメントを取り上げました。はい。ブラックオパールさん。はい。ドイツにノルドストリームを諦めさせて、高い米国産を買わせるという、目論見も、目処が立っちゃったんですね。DS は、はい。DS は、喜んでもう笑いも止まんないでしょうねみたいな感じの、はい。日本政府も、国民の命を一国だにせず、製薬会社に巨額の金を支払い、お注射。はい。お注射競争局が終わりません。民衆の力で止められるのでしょうか？みたいなコメントが来ました。はい。無理だね。無理だね。はい。もう結論から言うと、無理です。ですね。コロコロちゃんかな？違います。お注射の話はしたいんですけど、なかなかワードが難しくて、ね。うん、だけど、まあ、そろそろ、お注射の話も本格的に、やっちゃってもいいのかな？いいのかな？と思いながらいるんですが、今日はこのコメントに、答えるってことぐらいにしておきます。無理です。はい。特に、今の日本じゃ、無理です。これね、日本人が、民衆の力で、止められるでしょうか？マスクしてる時点で、無理です。はい。まず、これが一つ。まあ、我が愛人はもうイギリスが長いんで、まあ、日本にいないから、はっきりとは言えないんですけど、ただ、やっぱね、なんていうんですかね、長い時間をかけて洗脳されちゃってるのか、もう脳みそがもういかれちゃってるのか、もうテレビを信用して、もう、うん、まあ、そういうことなのか、それとも、やっぱり真面目で、本当に本当に、いい日本国民だからこそ、こういうのにハマっちゃったら、なかなか抜けれないというか、まあね、いい国民性だからこそやられちゃってるっていう、そういう風に見えます。イギリスが、マスク基本しません。で、ロックダウンとか、そういうこと、まあ、規制がかかって、マスクをしないと、どこにも入れないというような、状況下に置かれて、そして、もししなかったら、見つかったら罰金だとか、警察に、見つかったら罰金を支払わないといけないとか、なんか、そういうような、そういうようなことで、もうしょうがなくやってたっていうのが事実なんですよ。だからね、日本の場合は、ちょっと、他の国とちょっと違うんですよね。まあ、日本だけじゃないと思いますよ。特にアジア。韓国とか、まあ、中国はどうなのかわかんないけど、イギリス、ロンドンとかに行って、マスクしてる人いますよ。今でも。日本人。はい。それから、アジア人ですね。ま、なんだか知んないけどマスクしてます。気持ちが悪いぐらいマスクしてます。でも、イギリス人、ヨーロッパ人は、してません。ほぼ、ほぼ、もう 99% してません。お年寄りでも、してない人がほとんどですね。まず、ここから脱却しないと、ここからもう出ていかないと、日本は、お注射、次から次に、やられちゃいますね。はい。ということで、今のところ、解決策は見つかりません。はい。まあ、一つ言えることは、キッシーが、はい。マスクはもうしなくてもいいです。意味がありません。はっきり言ってくれたらね。そして、それをテレビがしっかりと言ってくれれば、みんな、スーってマスクを外すことになるでしょうけど、そうなると、お注射を打たなくなるでしょ？それは困るんですよ。困るんですよ。だから、当分は、マスク社会、続くでしょうね。ここが一つの大きなポイントだと思います。はい。ということで、今回はこんな感じです。まあ、お注射とか、コロちゃんとかの話もちょろっとしようかな。まあ、
言ってきます。まずこれだけは言ってきます。おたけび G は、はい、お注射やってません。はい、やってません。ピンピンしてます。ピンピンしてます。多分ね、もう10回ぐらいね、もう風邪をひいたような気がするから、もう10回ぐらいコロコちゃんにかかってるかもしれないんだけど、でも、ピンピンしてます。ピンピンしてます。もうどん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 免疫力が上がっていって、もうピンピンしてます。はい、というような感じです。ただ、よく1回打って、お注射打ったら、2年以内にみんな、ピューンって死んじゃうとか、そういう話もね、ありましたが、それはね、ちょっと大げさって言ったらいけないんだけど、まあでも、うん、それはね、そんな簡単にはならないと思うんですよ。ね、2年以内にみんな死んじゃったら、誰が税金払うの？誰が働くの？まあ、AI とかロボットはまだまだ先だから、そんな簡単に人が死んじゃったら困るわけ。だけど、免疫力が下がるのは確か。なので、こう思ってます。一回打ったら、寿命が、10年は縮むかな。2回打ったら20年。3回打ったら30年。4回打ったら40年。5回打ったら50年です。ただ、30歳の人が人生80歳、90歳、90歳にしときましょう。そうすると、10年縮むんだから、90まで生きるはずが80になっちゃうっていう。まあ、そんな感じですかね。ただ、人の命なんて、寿命なんてわかりませんから。まあ、そういうふうに考えたら、まあ、1回打った、2回打ったぐらいであれば、まあ、人生を楽しむ時間は十分にあると。そして、まあね、人生80年、90年って言っても、食事の問題とか、食生活とか、まあ、生活の仕方、それによって、寿命はある意味縮みますからね。なので、ただね、4回、5回打った、70歳、80歳、これに関しては言いたくありませんが、いつ、何時、何があっても、わかりません。というのが、おたけび G の考えです。だって免疫力下がるんだから。はい、ということで、このあたりの話は実はむちゃくちゃ調べて知ってるんですけど、YouTube で言えないでしょ、言えないでしょ、言えないでしょ、もう言っていいの、もう言っていいの、言っていいんだったら言うよ。ということで、ちょっと、こういう話した方がいいのか、いや、やめた方がいいよ、おたけび G、やめた方がいいよ、すぐバンされちゃうよ、とか、コメントください。どうすりゃいいんだ、むちゃくちゃ言いたいんだけど、どうすりゃいいんだ、みたいな感じの、今回、内容ですいません。こんなつまんない動画内容で、いいんでしょうか。ということで、さよなら。あ、ブラックオパールさん、いつもコメントありがとうございます。はい、こういうなんかコメント欄に答える動画もやっちゃってもいいかな、いいかな、いいかな、うん、と思ってます。またコメントください。